どうも皆さん、こんにちは、ビルトです。というわけで、今回はですね、重大発表を皆さんに伝えていきたいと思います。はい、というわけで今回ね、重大発表という形で動画撮らせていただくんですけど、何を紹介するかということなんですけど、前回ね、紹介した無料でね、かっこいいマントをつける方法っていう動画があると思うんですけど、そこで紹介した、マントルっていうね、たくさんのマントを取り扱ってるところがあるんですけど、そこで僕のね、マントが、発売されました。イエーイ。で、今ね、背中にもうつけてるので皆さんに見せたいと思います。それがこちらです。どーん。良くないですか、このマント。めっちゃさ、良くない、このもうなんていうの、僕のスキンに超合ってて、このデザインわかる、もうこのかっこよさ。このマントがね、発売されたということで、もしかしたらマントルの中で売られてるその YouTuber ケープの中で多分日本人初なのかな。多分結構ね、まだ日本人は並んでないんでね、めちゃめちゃね早い方なのかなって思います。いや、マジでね、あざす。いや、マジでなんか自分のこういうさ、グッズっていうか、なんか自分の何かが売られるのってマジで嬉しくて、いや、マジでね、結構ね、興奮してるんですよね、今。ということで、ちょっとね、買い方とか、いろいろね、教えていきたいと思います。はい、ということで、下の概要欄に貼ってあるね、マントルっていうサイトに飛んでください。で、このね、ショップってところを押します。このね、下に行くと、いろんなね、マントがあるんですけど、その中でも、この、YouTuber ケープスってところに、僕のね、このマントがあるんですよ、ビルトって。やばいよね、これ。多分日本人いないんじゃない?まだ。結構、多分今、現時点では、ゾーマ、どうなんだろう?この人日本人なのかな?多分現時点では日本人いないんじゃないかなって思います。で、これをね、クリックして、このペイパルで購入ってところを押すと、ペイパルでね、購入することができます。いや、マジでさ、かっこよくない?この稲妻のマーク。いや、ほんとね、よかったら皆さん買ってね、使ってみてください。はい、というわけで、残りはね、スカイウォーズやりながらね、このマントルの話とか、あとはなんか普通にスカイウォーズとかね、やっていきたいと思います。でね、このマントを作るときに、僕一応、めちゃめちゃこのマントルっていうサーバー、ディスコードのサーバーめっちゃ宣伝してて、一応今、180人ぐらい、そのサーバーに、みんながね、入ってくれたんで、入れることができたんですけど、で、それでね、なんかスタッフとかとね結構仲良くなってて今で、それでなんか僕のマントも作ってほしいなみたいな感じで、ちょっと匂わせ的な感じで言ったら、全然いいですよみたいな感じで言ってくれて、マントルのオーナーとかが。それでね、今回ねマントをね出すことになりました。いや、マジでね、もう嬉しいね。なんか自分のさ、こういうグッズっていうの、こういうのができるのって本当に嬉しくて、いや、なんか本当なんか YouTube 最近頑張っててよかったなとか思いました、マジで。で、結構ね、デザインとかもなんか細かくやってくれて、そのデザイナーの方がいるんですけど、マントルには。そのデザイナーの方に、こここうしてこうして欲しいです、みたいな感じで、全部要望言ったら、ちゃんとね、その通りに作ってくれて、しかも、なんかここをちょっともうちょいこんな感じがいいですとか言ったら、そこもしっかり修正してくれて、ガチでね、ほんとマントル優しかった。うん、ちゃんとハッカーだったね。僕のね、このスキンに合うようにね、しっかり作ってもらって、やっぱなんか自分のマントだから、この自分のスキンに似合う感じで作ってほしかったから、もうめっちゃね、もうほんとね、結構ね、言ったんですよ。もうとりあえず僕のスキンに似合ってめちゃめちゃかっこいいやつお願いします、みたいな。言ったらこれをね、作ってくれて、マジでね、センスの塊だよね。で、しかもなんか、マントルのケープ、他のサイトと違ってね、結構安くて、ルナーとかバッドライオンとかだと、1000円超えてくるんですけど、マントルはね、5、600円とかで買えちゃうのかな。そんぐらい結構ね、手軽に、いくつもポンポンって買えるような値段なんでね、よかったら皆さんもね、買ってみてください。僕のね、このマント以外にもね、めちゃめちゃかっこいいデザインはいっぱいあるので、普通にね、マントルおすすめっす。あとなんだろう、その、バッドライオンとかルナーとかで限定されなくて、いろんなクライアントでこのマントが見えるってのが、やっぱマントルのいいとこなんじゃないかなって思います。いや、マジでね、なんか、ステマみたいになってるけどね、普通にね、これがマントルのね、いい部分だと自分は思います、ほんと。
はい、ジジイ。いや、なんかもう結構ね、前からこういうマント出ないかなとか思ってて、多分なんて言うんだろう、いろんなクライアント使っても見えるマントってオプティファインとか、あとマインコンケープとか、多分そういう公式ケープ的なのがね多かったと思うんですけど、こういうなんていうの、モッドでもなくて、こういうシステム的なところのシステムみたいな感じでなんかインストールして、このマントが見えるようになるっていうのはね、めっちゃね、なんか普通に進化してんなマイクラって思っちゃっていや、なんかね、僕的には本当いつかね、こういうなんていうの、クライアントを超えてもね見えるマントとか欲しくて、やっとね来たなーって思ってて、マジで嬉しいっす。それでね、僕のマントを作ってくれるっていう、このねマントルの優しさ、本当神だと思ってる。いや、もうこれからのね、ちょっとマントルをね応援しようかなみたいな思ってて、マジでね本当嬉しいっす。どうですか皆さん、このマントルのデザイン、僕のマントルケープのデザイン結構良くない？多分青い系のスキンっていうか、ちょっと暗めのねスキンとかだったら結構似合うんじゃないかなって思います。いや、このね稲妻の感じ、多分マントルね最近出たばっかだと思うから、まだねマントルのデザインとかね、少ないっていうか結構多いんだけど、そのうちアニメーションとかのマントルとかも出るんじゃないかなって僕個人的には思ってて、そしたらね、なんかいつかね僕のマントルもねまたねアニメーションつけてほしいなーとか思ってるんですけどいやーマジでね嬉しいっす。やばいやばいやばい、さっきから喋ってばっかりでさ、全然勝ててないんで、この試合ね、勝って終わろっか。マジか。そりゃプロ出てる。はい、ということで、ちょっとね死んでばっかりなんでね、この試合勝って終わりたいと思います。いや、なんかほんと自分のマントがさできるって結構モチベ上がんない結構さ、なんていうの、なんかあのほんと YouTube やっててよかったなとか本当に思っちゃって、いつかさこういう自分のほんとこういうのが出んのかね、楽しみで、マジで念願のねこういうグッズ的なものが出て、僕はすんごい嬉しいっす。よいしょ、 OK で、この人やっていいね、完璧。いや、これはモチベ上がるくない？僕の名前でさ売られてさ、でマイクラその好きなゲームでさ、こうやって実際にさ使えるわけじゃん。マジでね、もうぶっ飛びって感じだよねでどんどんね敵倒していきたいんで、積極的に敵の方行こうか。よいしょ、この人行こうか。あー、ちょっと待って、いける？オーケー。で、あと上にいるんで、そこ、いや、それはさちょっと待って、ボスパーマンはやばい。んー、どうしよっかな、来たいんだけど、来たいんだけど、ちょっと待って、俺がめっちゃ変なキーストロークしたせいでいけんかった。ほい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 、オーケー、ジージー。はい、というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。よかったらね皆さん、僕のこのマントルのねケープ買ってみてください。というわけで、この動画がね面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あとね、僕のツイッターよかったらフォローお願いします。下の概要欄から僕のツイッターに飛べるようになってるので、よかったらねフォローしてみてください。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ